こんなでかい城、焦って攻めても落ちやせん。次の城を作り、北条の心を攻める。これが城策か。うん、三成、築城のことはお前に任せるで。まずは場所だが、あの山を。小田原城は難攻不落、まさに天下の剣城だ。だがどんな剣城も義がなくば守りきれんのだ。三成、雪村、義のため共に戦い抜こう。あの神のため。俺はどうだ。あんた恥ずかしいぞ。押して参る。そして参る。敵将打ち取ったり。見事ボレボレする働きじゃ。さすがだ、雪村。場所の確保は成功だ。築城にかかれ。狙いは秀吉よ。続け。何やら石垣山が騒がしいですね。してまいる。してまいる。敵を奪われたらまずい。敵を近づけるな。築城の名手、あの城を連れてきましたぞ。よし、勘弁とあの城を石垣山へ導くんじゃ。敵将打ち取ったり。見事惚れ惚れする働きじゃ。雪村、だいぶいい顔になったが、まだ違うね。刑事殿、何が言いたいのです。大事なもんは人の中にはないってことさ。あの衆、石垣積みの名手で安土築城にも関わった。彼らの技術がなくば次の城の築城はならぬ。名のある武士をお見受けいたせ。いざ戦場に勝利。敵将打ち取ったり。さすがだ、雪村。敵将打ち取ったり。見事これまでする働きだ。真田の戦、これに見よ。さすがだ。いじめるものではないわ。
真田の戦、俺に見よう。我らに内容した松田範秀がどこかに囚われておる。我らが城に入れば北条も長くは生かしておくまい。関東の心をつかむため何としても助け出すんじゃ。バレてしまっては心を責める効果はなしじゃな。秀吉様、申し訳ありません。築城の失敗です。全軍小田原城を攻めよ。木材の余りで天帝者を作らせておきました。俺が助けられちまったな。このまま終わるのか。これに見よ。本陣に敵が敵至急救援を。